では次は、去る3月19日、日本大学会館において開催された新学生寮合同竣工祝賀会の話題です。この合同竣工祝賀会は、学生の経済的支援をコンセプトに、昨年度新たに東京都世田谷区に2カ所、そして町田市と千葉県松戸市にそれぞれ1カ所建設された一大直営の4つの学生寮の竣工を祝って開かれたもので、日本大学会館には本学及び設計施工関係者らおよそ150名が集まりました。こうして学生寮を持つことは理事長就任以来の念願でありました。これまでも各地の交流会から要望が出されていましたが、実現できましたことを心から喜んでおります。田中秀俊理事長は竣工の喜びと感謝の言葉に続き、今回の4つの寮を手始めに日本大学として総数2000人規模まで収容できる寮整備を目指したいという考えを示されました。次に挨拶に立った大塚吉兵衛学長は、新しく完成した寮生活において日本大学の自主創造の精神を学び、人的交流と人間的成長を図ってほしいと寮及び寮生活に対する期待を述べられました。それでは関連によりまして工事計画を報告いたします。まず建物名称ですが、松戸学生寮がバンデリアン松戸、赤包み学生寮が続いて本学古谷久志常務理事による工事経過報告の後、田中理事長から工事関係者へ感謝状と記念品の贈呈が行われました。その後、工事関係者による謝辞に続き、本学滝戸俊夫副学長の乾杯の音頭による祝宴が催され、新学生寮の竣工を祝いました。では新しく完成した2つの女子寮を含め4つの寮を簡単にご紹介しましょう。紹介する映像は来年度の進学ガイドの中で視聴できる学生寮紹介用のビデオです。ところで皆さん、進学ガイドでビデオが視聴できるのと不思議に思われた方もいると思いますので、視聴方法をご説明しましょう。まず最初に進学ガイドの最初のページを開きます。この部分、日本大学の動画を見ようというところの説明に従って、この QR コードを読み取り、キクチュアルというアプリをスマートフォンやタブレット端末にインストールしてください。あとはそのピクチュアルアプリを立ち上げ、このマークのついた画像を撮影すると、なんとこのように簡単に視聴できてしまうんです。個性豊かな先生が優しく授業を指導してくれることで、 IT 化の進歩に沿って一大の進学ガイドも大きく進化しているようです。日本のいろんなところから人が集まってきているので、そういう文化とかの違いとかも話し合ったり、友達とか、ピクチュアルアプリで視聴できる進学ガイド学生紹介用ビデオをご覧いただきましょう。日本大学は地方からでも安心して勉学に励めるよう、生活環境を整えることを目的とし、経済支援寮というコンセプトのもと、大学の直営である4つの寮を東京都世田谷区に2カ所と、東京都町田市と千葉県松戸市に各1カ所設置しています。各寮室には生活に必要な机や椅子、ベッド、カーテンなどの家具類はもちろん、エアコンや冷蔵庫、電子レンジといった家電類まで備わっており、一人暮らしへの初期費用がほとんどかかりません。
各寮ともトイレと浴室がそれぞれ独立した作りになっており、居室の広さはおよそ7畳。自炊生活を考慮し、町田と松戸の男子寮には各部屋にミニキッチンを。女子寮には共同で使用できる広いキッチンルームを設置しています。その他、自由に使えるランドリールームなど共有スペースも充実しています。一人暮らしの安全を守るセキュリティも万全。各寮ともスタッフが常駐し、エントランスは安心なスマートキーオートロック。特に女子寮の外周には防犯カメラを盲点なく配置し、24時間体制で寮生の安全をサポートします。日本大学では初めての一人暮らしにしっかりとした自己管理と集中して学習に取り組める住環境を提供するために、直営の学生寮を完備し、より充実した日大ライフを経済面、安全面からサポートしていきます。なかなか住みやすそうですね。家具家電付きで、しかもお風呂とトイレが別なんて、もう夢というか憧れですね。興味のある方はホームページなどチェックしてみてください。